こんにちは、黒橋ずこです。今日は私が使っているたくさんの針たちの中で頻度の多い針を選びながら紹介していきたいと思います。針っていうのはどうしても物を縫うっていう絶対必要な道具ですよね。私のふるさとは山口県徳山なんですけども、そこでおばあちゃんはだいたい自分の着物やなんかも全部人に仕立て屋さんに出して、縫い子さんまで指名して縫ってもらってるような人でしたけども、道具についてはとても一加減持っていて、針は広島の針をすこうちょる人でないとのっていう風な言い方をしていたんですね。自分たちはできないんだけども、でもそれを使ってでお仕事をしてるっていう、いい道具を使っていい作業ができてるっていう人のことをとても自分が縫ったように自慢してたもんです。ですから針は広島っていうのが私の脳裏にはきっちりと、運針はできないくせに針の話までできるみたいなところがありました。詳しく分かってるわけでもないのね。でそういう私がアメリカに行ってキルトと出会って、でみんな針を見た時にうわ太っと思ったんですね。でもっと細いキラキラしてる針を使ってたなっていうふうに思っていて、日本に帰ってきて一番先に買ったのが針です。でどこで買ったかっていうと、伊勢丹で京都物産展っていうのをやってたんです。そこに山口中兵衛三艶針っていうのが出てるっていうのを広告で見て、ですっ飛んで行って、そこにある針ね、最初は全部欲しいと思ったんだけど、でも自分がアメリカで使っていた長さの針っていうことで見繕って、でもなんか誘惑に勝てなくって何に使うのか分かんない針まで買ってきちゃいましたけど、そこではね全部漢字で名前が書いてありました。今ここにお見せしている針、これはしつけ針、祭り針、で祭りキルト用、それから寒中、爪細、藍細、寒細というふうに並んでいます。漢字で書いてあるのは、買った後でこれを全部使ってみました。使ってみて、あ、これはやっぱり太さも違うけども長さも違う、でその長さの中で私は縫いやすかったっていうものを私がチョイスしたんですね。何に使ってるかっていうと、しつけっていうのは、これは細長くってなだらかに 先が出てて、そして糸が通しやすい、でこれなら祭り糸のヘラとしてね、なよなよっとしてちょっとうっすらヒゲがあるような通しにくい、針でもなんとか通る。昔の針っていうのは丸溝と、それから長細い楕円の穴を持った針があったんですけども、その後に糸の金亀さんの紹介で出会ったのが、その針屋さんの大元の広島で針を製造してる人と出会って、お父さんが江戸時代からの針屋さん、その時に丸穴の方が本当は通しやすいんだよって、理にかなってる形なんだって。だけど長溝の方が今はね、ほぼ8割以上が和裁をやる人も長溝を使ってるそうです。で確かにね、長溝で涙みたいな雫型の穴を持っていても細いところは通るはずないよね。だから一番直径の太いところのまん丸があれば本当は通しやすいはずだって、通るはずなんだけども、小さいと思っちゃうから通らないっていうふうに言われたことがあります。後には針ができるまでを見せて、生徒さんと一緒に見せてもらったりしておりますし、だんだん詳しくもなったんだけど、ただ私が何を選んだかを自分で忘れないために、寒中から常細っていうのは長さが同じで、そして太さが違うんですね。で寒中よりも細いのが常細で、それから藍細が寒中常細よりも短くって、寒中と同じ太さ、それから寒細が常細よりも細くって長さが一緒、
ていう風な関係にありますから、それだけを常に、だからこの寒中常細、愛細、寒細っていう針は何のための針かというと、日本刺繍のための針でした。昔から曲がる、縫っていて曲がる針より折れる針を選べっていう風にも必ず常識として知れっていう風なことで覚えておりました。で、この針は鉄を元としてるんですけども、全部針には日本には日本なりの、ヨーロッパアメリカなりの共通項を持って作ってるようですね。で、だけど日本針っていうのは特別繊細でいいって、この針を使ったらあと使えな、他の針を使えなくなるって言われるぐらいにどこか違うんですね。メッキ針っていうのは丁寧に仕込んであることは確かなんだけど、海を渡って輸出をしたりするときに何かの檻に錆びては困ると、一度も使わないまま錆びさせるわけにはいかないからっていうので、メッキをかける。メッキをかけるということは傷が全くなくなっちゃうんですね。針が傷を持たなくなったら、ぬめっとしてると、磨いた跡が、でこぼこが残っている方が空気抵抗がないって言われてます。極端に言えば、まあ、この針を磨くとしたらこう磨くのが一般的なんです。楽なの、針を揃えてそーっとこう磨いた方が楽だけど、中に私が縫いやすかったわっていう針はこう磨いてあるんだそうです。まっすぐ磨いたくても磨けないよ。だから斜め、少し斜めに縦磨きをする。そうすると縦のくぼみがあったら空気抵抗がなくなってスルッと入っちゃうっていう、だからそういう針と出会えたこと、そして折れても替えがすぐに手に入るっていうことの嬉しさっていうのは例えようもなく、クロアさんが扱うんだったら包装紙作るよって言ってくれて、全部これは向こうで作ってもらったものです。その針屋さんが出してる針っていうのは白地に黒の鳩の絵が一回りしてる図柄なんですけど、その版を使って、黒地に白抜きの文字が出てくるのが黒羽の針だっていうふうに決めてもらいました。でこちらはその、本数が少ないだけのセットものですね。でお試しセットっていうことで出していますけども、これも評判は良くて、よく外国人なんかはお土産に持って行ってます。待ち針が異様に短いのがあります。で待ち針っていうのは、こういうふうに太くって、外国の針、待ち針ってもとっても太いんですよね。こんなので打つと針の太さだけずれるんじゃないって、布が表と裏と合わせようとしてるのにっていうような針もありますけども、それはそれで絶対必要だったんだなって、こういう時にっていうことがありました。ものすごく分厚い北欧の、コートの地みたいなのはやっぱりもっと太くって長くなくっちゃ用なさないことに、私も遅まきながら気がつきました。私たちが触ってる切れって相当薄い切れの方、類の方なんだなと思います。で薄いものを扱うのに太い待ち針で打つとやっぱりズレを起こすので、いや細い針のなだらかに細い針の方がいいですね。でこういうふうに先っぽのところだけであっという間に釘のように三角になって、先だけが細いっていう針もやっぱりズレを起こしやすいです。本当に薄物の場合にはその辺までも気をつけてください。でここに本当に短い針があります。この待ち針はやっぱり用をなしてるわけです。普通に運針縫いをするための印を合わせるための針っていうのよりも、ニードルターンっていう祭りのテクニックがあるんですね。でそれを使う時にはこの針の長さが一番適しています。私がこの針を2センチで作ってって言った時に、で先っぽはそんなにものを合わせるんじゃないから、押さえるためのものだからっていうことで、2センチにしたんですけど、これ世界で一番待ち針の中では短い針を作ったことになります。で大体日本のメーカーさんで売ってるのは3センチ弱ぐらいだと思います。これをもうそれぞれ使い分けてくださると気持ちよく作業ができます。